それカンカンとそれ真由美を聞いて、行く川の岸辺に置けば、水は清くさざ波が立つ。上も納めもせぬ人がなぜに多くの稲を取る。仮にも行かぬその人がなぜに無事なを庭に吊る。あのゴミ分の殿方は、あのゴミ分の殿方は、働きもせず食えるのか。カンカンとそれカンカンとそれ車の矢を聞いて、行く川のほとりに置けば、水は清くすぐ波が立つ。上も納めもせぬ人がなぜに多くの稲を取る。仮にも行かぬその人がなぜに獣を庭に吊る。あのゴミ分の殿方は、あのゴミ分の殿方は、働きもせず食えるのか。あのゴミ分の殿方は、あのゴミ分の殿方は、働きもせず食えるのか。